ただいまより本日のメインイベント WBC 女子世界ミニフライ級タイトルマッチ2分10回戦を行います。赤コーナー WBC 女子世界ミニフライ級チャンピオン11勝4 KO 1敗105パウンドメキシコアナベルオルテス。青コーナー挑戦者 WBC 女子世界ミニフライ級6位 WBA 女子世界ライトフライ級ランカー OPBF 女子チャンピオン5勝 4KO 1敗105パウンド白井具志堅スポーツ所属菊池菜々子。よろしくお願いします。WBC Minimum Weight Male Championship Fight Come Out. I wish a clean and beautiful fight. Good luck!11勝のうち4勝がノックアウト勝ちです。
青コーナー、菊池菜々子、白井串県スポーツジム所属、1975年3月生まれ、神奈川県相模原市出身、デビュー2008年6月、戦績6戦5勝1敗、5勝のうち4勝がノックアウト勝ちです。ラウンド
39-37でオルティス選手優勢です。ラウンド5
ラウンド6。7
7ラウンドまでの採点をお知らせいたします。3者ともに69対64でオルティス選手優勢です。ラウンド Round 9.
スリーパー。
ただいまの採点をお知らせいたします。ジャッジ福地雄二、ジャッジ新京波98対92、ジャッジギゼルモアヨン99対91、勝者 WBC 女子世界ミニフライ級チャンピオン赤コーナーアナベル・オルティス。見事ゴールに成功いたしましたオルティス選手に財団法人日本ボクシングコミッションにより認定賞が授与されます。認定賞 WBC 女子世界ミニフライ級チャンピオンアナベル・オルティス殿、あなたは2009年5月13日東京都において菊池菜々子と10回戦を行い勝利を得たので、ここにチャンピオンとなることを認定します。2010年5月13日財団法人日本ボクシングコミッションコミッショナー発信コングラチュレーション。勝ちましたオルティス選手に勝利者賞といたしまして、デイリースポーツ杉崎純次日本部長様より勝利者トロフィーが贈呈されます。